はい、皆さんこんにちは。ちょっと音大きいね。皆さんこんにちは、リードの青木でございます。今回はですね、本アカ、あの課金している方のアカウントがちょっとね、だいぶ変わりましたので、変わったって言っても進撃の巨人コラボとか引いて、まあ、ボックスの中身もねちょっとは変わったので、まあプラスから見ていきましょうかね。はい、プラスは一応何面だ、ちょっと待って、ここで1面でしょ、2面とちょっとかな、1面と、うん、2面とちょっとだ、1面とちょっとか。まあ、そんな感じです。プラスはね、最近よく振ってるんです。いや、最近よくは振ってないけど、まあ、振りたいやつに振ってるっていう感じですかね。ミネルヴァは、なんか一時使ってたから振ったけど、あと火のグレモリーとレイランもね、一時使ってたんで振りました。で、タマミツネハンターは、やっぱり、あの、幅広いんで、振った方がいいのかなと思って振りました。で、この中にはね、過去のアテナさんがいます。まあ、今もアテナさんいるんですけど、下の方、右下の方に。はい。まあ、そんな感じですかね。あと、ヌリエカーリーは、まあ、気分ですね。これは完全に。ヌリエカーリーは完全に気分です。で、ルキア2体は、これは1体に何を継承させてるんだろう、これ。ルーンエンハンスと、ワイルドキャッツ。このワイルドキャッツはね、まあ、外す予定です。はい。で、これには何継承してんの？ああ、巨神嘆骸の警官か。で、確かね、ああ、そうそう。スクルドにも振ったんですよ。で、スクルドに継承しているのは、同じ究極進化した、誰だっけ、あれ。違う。これじゃなくて、時空量調律時、ウルドさんですね。ウルドを振っています。で、水着ソニア3体に関しては完全にこれも気分ですね。まあ、たまに使うんですけど、たまにアルテミスパに3体詰め込んで火力でご両親に行ったりするんですけど、それ以外じゃ全然使わないですね。はい。で、あとは、メイメイは、あ、やべ。メイメイは最初から振ってたし、カエデに関しても、出たし、ワイルドキャッツのバステトエース君に関してはもうね、完全に覚醒させるのがめんどくさいんで、まあ、このまま放置ですね。で、あとはベルダンディ2体に297振りました。今継承1体してるんですけど、まあ後々また継承外すと思われます。継承外して、もしバステトを転生させることがあったら、まあ、そのパーティーに入れるかなっていう感じですかね。で、消去。本当はこれね、大凶だったんですよ。これ大凶だったんですけど、あの、とあるね、ピクシブの絵見て、もう、消去の方が、なんか、絵的っていうか、もうね、何？いいなぁと思ったんで、消去にして速攻でプラス振りましたね。はい。まあ、これはもう完全に気分なんですけど。で、兄です。兄に関してはね、あと、まだ進化前が2体いたりするんですけど、まあ、完全にね、これは1体は、まあ、使えるよ。もう1体はもう、もう1体も、なんていうの？パーティーに入れれるけど、進化させないよ。で、あと、鑑賞用ですね。その3つで分けてます。
まあね、進撃の巨人コラボ引いたら、まあ、兄が超出たんで、まあ、それで残ってるっていうのもあるんですけど。で、このアテナさんですね。今は亡き、初297のアテナさんなんですけど、の、まあ、これはね、深い思い入れがあるので、作り直しました。はい。で、あとは、ティンニンですかね。ティンニンはね、まあ、使っていきたいんですけど、使っていきたいんだけど、まあ、ちょっと、フレンドさんいないからね、まあ、使えないですね。で、ここにずらっと並んでるボルクサンドカストロの297、2体、4体ね。あともう1体もね、もちろん、スキルマにする、スキルマじゃない。まあ、スキルマにはしてあるんですけど、なんだ?ハイパーにする予定です。で、あ、カーリじゃない。ミルですね。ミルも作りました。遅バス。遅くなりましたけど。振りました。振りましたっていうか作りました。ミル自体そんなに使ってこなかったんですけど、まあ、十字シリーダーをね、使ったのがグレモリーが初だったんで、まあそんなに思い入れはないんですが、まあね、まだ 7.7 倍って、無課金の中では強い方なので、強い方というか強いので、まあ、使っていきたいなとは思っております。で、カーリーじゃないな。カーリーはもともとおったな。ここ、闇で、光で増えたのは、見ると、もう一体の、今継承してる方の、ボルックサンドカストルと、大凶小凶の小凶の方と、兄かな。で、水はグレモリーじゃないな。水は、完全にスクルド、ミツネ、水、カーリー。で、木は、ベルダンディ一体かな。こう考えると光増えたね。で、闇がね、結構、増えました。多分増えました。まず、ナルガハンターでしょ。ナルガハンターにつく読みに、これは、サツキ2体振ってたかったな。覚えてないけど。まあ、振りましたと。まあ、そんぐらいか言うて。一番増えたの光かもしれんな。入手順じゃなくて属性だね。まあ、こんな感じですかね。火はね、そんないないんすよね。火をあまり使ってないんで、多色も使うことないし、そんなに。で、水が結構増えたかな。水増えたね。メルディオナリスが2体いたりとか、するんですけど、あとは、何がいる?まあ、そんな感じか、言うて。言うてそんな感じだね。で、木が、フレイヤーを育てて、あとサシャ。サシャはね、進撃の巨人コラボでなんか使えるかな、どっかで使えるかなと思って、キーヒーなんで育てました。あとアルミンもね、アルミンは昔からいたかな。確かアルミン狙いでガチャ引いたはずだし。前の進撃は。あとは、何が増えたかな。まあ、天狗の究極がね、ガチャで出てきたりとか。かな。あと、マシンアテナを取りました。はい。まあ、そんな感じだね。多分。で、光はね、結構増えましたかね。牛虎も育てたし、さりげなくね、スキル前じゃなかったルーンエンハンスもスキル前にしましたし、
あとは兄もいるし、あと孫悟空を手に入れました。孫悟空も手に入れて育てました。あとはこれかな、クリスタ。クリスタはね、なぜか2体出てきて全部ね育てきりました。はい、プラスも振る予定です。で、まあまあね、まだね、まだいるんすよね、ボルクサンドカストル。6体いるからね、将来的には6体とも育てたいんですけど。あとはなんだ？あとね、諸葛亮はね、全部揃ったね。なんだったっけ？ LINE、なんとかガチャで、無料のやつで揃いました。あとは、やっぱり兄だね。兄ね、すごい出るんだよ。まあいいんだけど、出る分には構わないんだけど、やっぱり、進化前と、まあ2体目はね、進化前と進化後で分けようかなと思ってたんですけど、3体目どうしようかな。あとアポカリプスね。アポカリプスも育てないといけないですね。まあ光はそんな感じか。光が一番増えたかもしれないね。あとは、そうだね、これだね。闇だね。闇もね、増えたっちゃ増えたね。ゼログがライン、何？ボスガチャで出てきたりとか、あとはね、何育てたかな？あ、そうだ。ハンジ育てたんだ。ハンジはね、結構見た目が好きっていうか、キャラ的に好きだったので、育てました。でもね、ハンジはね、普通にアンドビスパに入りそうなんだよね。この、なんていうのかな。実験していいよね、だっけ。5ターンの間、激減なんだよね。だから、3人マルチで使えそうです。で、ね、指2個持ちっていうのがさ、非常に良くて、もうね、めっちゃありです。で、つくよみにはね、タナトス継承させてますね。で、シーナのね、この、エンハンスは、後々外せます。はい、多分、すぐ外しますけど。で、グレモリーつけてる理由はちょっと、バインド回復ができるんで、で、回復も作れるし、いいかなっていう感じでつけております。継承もね、結構雑につけてるんだよね。パンドラにも落雷だったりとか。エンハンス。これはあれに、完全に、なんだ、スキル遅延のやつだね。これもスキル遅延の原物質成人。つくよみにはね、確かね、ボルカストルか。カストルつけてたね。まあそんな感じかな。でも僕がね、一番好きなキャラはね、あ、違う。ミスリットじゃない。これですね、イズナですね。あのね、やっぱりね、死んだ万象のイズナはね、最高だよ。最高だよ、これ。もう、金枠で出たらさ、ガチャでダイヤ枠出たらもうこれ完全取りに行くよ。うん。まあそんな感じですね。あ、ちげ。まあそんな感じかな。あとジンとかね。本当はコナンも欲しかったんだよね。サンデーオールスターガチャもう一回来ねえかな。そう、サンデーオールスターガチャさ、引きたくて。ねえ、もう。あれです。入手順でいくと、多分今1030何ぼだったんで、2年とちょっとかな ?3 年 ?3 年はやってんのかな ?3 年はやってる気がするな。あ、2年か。でも今5周年だから3年ぐらいか。で、まあガチャはこんな感じですね。だいぶ売っちゃったりしてるんですけど、まあこんな感じです。で、最初のゴッドフェスで確かね、
イザナギのメイメイが出てきて、あとホルスもいたんですけど、ホルスはバステットのお腹の中に行きました。で、この、なんていうの?バルキリーさん。バルキリーさんガチャさんですね、これは。このバルキリーさんはガチャさんですね。で、つくよみに関しては、まあ、このつくよみは、あれですね。思い出補正で残してたら、キラーついて、もう、使えるみたいな感じになったやつですね。で、詩人はね、あと、カリンとメイメイしかいないんですけど、あと、まあ、うん、サクヤもいたけどね、サクヤ、なんか売っちゃったんだよね。やっちゃったなーって思ってるんですけど。まあ、季節物と合わせれば詩人全部います。で、パンドラはね、このパンドラは確かこの時点で出てきた時は全然リーダーとして使えなかったんで、まあ、リーダーとして運用できるようになったのはまた先かな。で、レイシリウスはアテナパで使ってました。上にいるね、アテナとか、本当はあいつもいたんですよね。メタドロンもいたんですよね。なんで、その時代流行ったアテナパは作れておりました。メイメイをね、キヒカリにしてね。で、ベルダンディ引けて、ここで、大凶小凶、シーフ。貴族性がここら辺で引けたんだよね。そう。で、水着ソニアね。水着ソニアはね、もう、嫌ですね。で、このね、この白はね、思い出深い白なんですよ。この白は、あのね、銀枠にね、ミニキャラがいた時の白でして、結構ね、闇を見た。なんか16連全部銀、16回全部銀で、白が出てきて、よしって言ってやめました。そんな記憶があるな。で、バステトってどこで手に入ったの俺。俺バステト見てないな。バステトどこにいた?多分バステトもね、そう、バステトが、あ、バステトはその、なんか、ゴッドフェス引いてるね。バステトがいたから、まあ、ベルダンディとか、そこら辺が強く使えたっていう。軽減枠がね、サナオいなかったんで、アルミンが欲しかったんですよね。で、アルミン手に入れたっていう感じですかね。そう、ルキア2体目手に入れた時は、確か、クチキア、ハクヤもね、システムっていうか、ポチポチで、全部スキル前にしましたね。で、このボル、このね、クリスマスガチャの残骸に、あとはこんな感じか。あとは進化素材がちょくちょくあって、ナルガがいて、まあ、ガチャはそんな引いてないですけど、まあ引いてますね。進撃のコラボとかで。進撃はね、結構引いてる。うん。でね、金枠は全部ね、兄っていう、まあそんな状態なんですけど、まあ、そんな感じです。本若の方は。というわけで今回はね、こんな感じで終わらせていただきたいなと思います。ご視聴ありがとうございました。本若の方もね、もしかしたら、30日ぐらい経って、あと十何日経ったら、元に戻し、このね、録画できる方の携帯に戻し、プレイ動画上げるかもしれません。その時になったら、お会いしましょう。さようなら。あと、無課金アカウントの方もね、随時進めていきます。